山下隅子は、日本の女優である。出生名、武藤隅子。結婚後本名、高木隅子。1899年12月27日、兵庫県神戸市に生まれる。1924年早々、帝国記念まえに入社、同社の小坂撮影所に所属し、同年2月22日に公開された、中川史郎監督のお夏成十郎に出演して、 二24歳で映画界にデビューした。1926年8月12日に公開された森本豊監督の美少年では、同社のスター、市川桃之助の相手役を務めて主演する。その後、多く桃之助の相手役を務めた。二29歳を迎える1928年、3歳年上の俳優の高木英二と結婚する。三年のブランクを経て、 1931年には、日活うずまさ撮影所に入社、同年12月4日に公開された、長倉助高監督の恋の長獣に、夫の高木と共に出演している。1932年2月に、奈良に設立された、布告映画に、夫の高木と共に遺跡、浪人の行く道に出演したが、同社はすぐに倒産し、夫の高木と共に、元の日活に戻っている。 日活に戻る直前の同年7月、布告映画を退社した高木、山下夫妻、吉田豊作、清水俊作らが満州国を訪れ舞台実演を行った記録がある。1934年10月25日に公開された久美田教授監督の鳥物さみだれ法師に出演したが、同作以降の出演記録が見当たらない。夫の高木が同年。 東京の日活玉川撮影所に移動しており、山下はこの時点で事実上引退している。同年に発行された日本映画俳優名鑑昭和9年版には、山下の住所は京都州京区鳴滝霧りがふち町高木の住所は神奈川県高座郡愛原村橋本のものが記載されている。その後、高木は1942年1月27日の統合による 大英解消後の継続入社を経て、翌1943年12月14日に、満46歳で亡くなったが、以降の山下の消息は伝えられていない。没年不詳。八刃賞の帝国キネマ直営館、帰国座チラシ。左が山下、右は市川桃之助。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、 東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外すべて制作は、帝国キネマ、足ア屋ア撮影所、すべて配給は、 帝国キネマ演芸以降すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は日活渦正撮影所。特筆以外すべて配給は日活である。ありがとうございます。